ての家で、まあ、ひびが入った程度だったんですけれども、次の余震で潰れたら、じゃあ2階からロープを使って降りれたりするのかなと思った時に、今までこんな地震大国で生まれてるのに、ロープを使って降りるっていうやり方、1回もやったことないっていうふうに思ったんですね。なので、アウトドアの世界に入りました。本来のアウトドアの意味というのは、必要最小限の道具で生きていける人っていうようなイメージ。災害前の話を今からやっていきたいと思います。でもうこういうあの地震の図とか、そんなのもテレビで1年、もう2年も見飽きちゃったと思うので、皆さんが間違いやすい部分とか、誤解している部分を中心的にお話ししていきたいんですが、日本っていうのは、4つのプレートの上に乗っているっていうのはもう当然皆さんご存知かと思います。このプレート境界型地震っていうのが、まあ、起こったんですけれども、日本って世界の 10% から 30% 地震日本で起こってるんですね。で、地震の映像ばっかり見て、子供はもう地震のことすんごい嫌、もう日本ってなんで怖い国なんだみたいに思ってるので、少し、地震っていうような、このプレートがすぐ近くにあるっていうのは、深い海がすごい近くにあるってことなんですね。沈み込んでる深い海が近くにあるのは、まあ、悪いことばっかりじゃなくって、普段はいいこともあるんだけど、地震のその時だけ対応すればいいんだよみたいな形で子どもたちに伝えてあげてください。もっと大きくなってからですけれどもね。例えば伊勢エビ、ね、食べれますね。これは本当はすごい深い海にしかいないんだそうです。過去に伊豆半島は実は地震でくっついてしまってご存知でしたか？地震で、離れ小島だったのがくっついたっていう島なんですね。ここにプレートがいっぱいあるので押し付けられて、で、まあ、あの富士山の火山活動もそういったことなんですが、なので生態、生き物とか植物の生態がいろいろ違います、そういったあの悪いことばっかりじゃなくて、こんな狭い国土が広くなるってすごいですよね。なのでいいこともあって、裏返しのこと、自然ってそういうダイナミックな動きなんだよみたいなのもお子さんに伝えてあげてください。で、直下で起こった地震、プレートの地震ではないんですが、活断層の地震っていうのは直下でほとんど、内陸部でほとんど起きる地震です。で、阪神・淡路大震災とか中越地震は活断層の地震だったんですが、では、阪神・淡路大震災、震度7であれだけの被害が出たあの地震は、どれぐらいの時間揺れてたと思いますか？揺れてる時間は12秒から15秒なんですね。すっごい短いです。わかりますか？最初からガーッと揺れて、でそしてあの真下で起こるとガーッと揺れて、たったこの時間の間に建物がんがん崩れちゃったんですね。耐震性のない建物なので一瞬です。15秒とかいうことでしたら、だから揺れてる最中に全く何もできないっていうこともイメージしておいてください。次の話の次に津波の話なんですが、さっき言ったこのプレートがずれる地震、長く揺れます。プレート境界型地震が起こったら、ほぼ間違いなく津波が起こります。なので、海の方でこういうプレートがずれたっていうのはもう長く揺れるので、長く揺れたらいちいち考えなくていい。警報とかもし来なかったとしても、高台に逃げなきゃいけないっていうことは知っておいてください。それは長く揺れたら逃げる、大きな揺れだったら逃げる、警報が出てたら逃げるっていう、この3つはしっかり覚えておいてください。お子さんにね、これからどこに行かれるかわからないので、教えておいてあげてください。